NS の発音は、実は NTS です Hey guys, it's Yumi from English Bootcamp みなさんこんにちは、English Bootcamp の由美です今日はですね、ちょっと発音オタクな感じのお話になると思うので、えー、あまりそこまであの気にしないわっていう人は見なくてもいいかなと思います でこれはね今日の話題はですね NS の発音なんですね。でどういうのかっていうと例えば「dance とか、ね、あとは「フェンス」とかこういう NS の音って実はねこの N と S の間に実際ね T の音が入ってるんですね。これがアメリカ英語の発音なんですけどその話を今日はしたいと思います。 で本題に行く前にですね軽く私の自己紹介をしますと私はまあ25年以上にわたって英語のの発音コーチといいうのをやってきてきますで私の著書2冊あります後ろにねありますので興味のある方はあの概要欄にね書いておりますのでチェックしていただければと思います。でちょっと今日の話題は上級者向けと言いますか非常に発音オタクなお話なのでそこまでは別にっていう人はねスルーしていただいてもいいと思うんですけれども。 結構いろんな方からね、あの過去にもこれについてはね、質問があったんですよ。ただ、あまりにマニアックだし、どうかなと思って取り上げてこなかったんですね。で、ちょっと取り上げようかなと思います。で、この ns ですね、dance とか、あとは1回とかかつてっていう once とかね、えこういう単語って n の後に s が来ますよね。で、スペルではなくて音ですよ。 N のとと,の後にスッと音にがきますで。そうするとですね実はこのね N と S の間に T, T の音がね入ってくるんですよ。Ts って音が。でこのチッって音をね破裂する T ではなくて下が上でストップするいわゆるストップ T の T ですねこれが入ってきます。でそうすることでなんかちょっと突っかかったような息がストップするような息がこう何て言うのせき止められるような感じの音になります。なので、 人によってはねなんか「ーみたいな音に聞こえる場合があるかもしれないです。実際ね何人か今までコメント欄に書いてる方がいたんですよ。この「ダンス」ですけどなんか「ツーっぽく聞こえる。ねンスで,すね、で「すねでツーではないんですけれども「ツーに近い音に聞こえるなって思った方っていうのはこれね実はねほんとその通りなんですよ。だから耳がいいです。 自信持ってください。あ、私間違ってなかったんだって思ってください。で気のせいではないです。実際これ t の音が入ってます。で、あのー、辞書を見るとね、アメリカ英語の発音の、アメリカ英語の辞書を見ていただくと、かっこ t って書いてます。ns の間に。で、かっこってことは100、100%発音するわけではないんですね。なので、アメリカ人でも、これ ns は、n と s だけで発音してる人もいます。dance って言ってる人ね。 ただ多くのアメリカ人にとってこの N から S に行くより真んん中でで T を仲介しした方が発音しやすいんですいよ。なぜかというと N の音は舌先が上の天井にピタッとくくっつくからですで。日本語はね「うん」の音って4種類ありますよっていう動画を以前上げているのでちょっとこれまだ見てない方にはぜひ見ていただきたいんですけど日本語の「うん」の音って下先がね必ずしも上にペタッとくっつかないんです。 くっつかないことの方が圧倒的に多いです。なので、日本人って N の音がね、苦手です。で、ダンスって言った時に、日本語でね、ダンスって言ってみてください。ダンスっていう時に、スに行く直前のところの、んのところで、下先上についてないですよね。ダンス。ダンス。ね。えス、ー、で上に上がってるかもしれないですけども、んの時は下先が上に上がらないんですね。これが日本語のんの音なんですよ。 そうすると、英語の N は必ず下先が上にペタッとくっつくので、でーん、うん、うんです、ね。この時点で、うんって下先が上の天井についてます。で、そこからパッと下を外して、スッっていうふうに S の音を出す。でーん、スッっていうふうにやろうとすると、結構やりにくいんです。で どうしても一回ここで息をせき止められるので、せき止めた状態からフッと外して S の音をスッていこうとすると、あのストップ T が入ってしまいます。もう自然に。ダン c ダン a ダン e って感じです。で、S のスッとと TS のツッって音ね、日本語のツに近い音、これの中間ぐらいな感じ。つッ、ツッ、ッ,ッ,ッって感じです。 なので、つに聞こえるなっていう人はね、非常にね、耳が良くて、音に敏感だと思います。それで合ってます。じゃあ、ちょっと練習してみましょうか。えー、じゃあ、ダンスから行きましょうか。dance, dance, since, since, once, once, fence, どうですか、ね、で「うーん」って何か難しいなって何か息がせき止められる感じがない方が発音しやすいっていう人はそっちでもいいと思います。アスっていううに N と S の方が発音しやすいっていう人もいると思いますし日本人の場合は多分その方が発音しやすいっていう人が多いんじゃないかという気がします。 なので、そういう人はもうそのままでもいいと思います。これであの発音がおかしいって指摘されるとか、通じないってことはないので、もう割とどっちかというと細かいところなので、その気にしなくていいぐらいのレベルの話なんですね。なので今日は、これは本当に上級者、あのアメリカ発音をお目指している方ですね、アメリカ英語っぽく話したいっていう方向けの動画になってます、これね。のそこまでじゃないっていう人はもう見なくても構いません。 で、下を上につけてから外す。つって感じ。つって感じね。んからそのままぎゅーっと下を上につけて、んつ、んつ、んつです。これが ns の音です。じゃあですね、ちょっとね、長い単語でも練習してみましょう。えー、長い単語でも、このんつって音が入ってくる単語って結構あるんですね。えー、例えば、difference ですね。difference。 これ最後に、つって音が入ってますよね、えー。形容詞は different ですね。違うですよね。で、違いですよね。名詞になると difference というふうになります、えー。じゃあもう一つ、ー最近は influencer とか言ったりしますけれども、影響ですね。影響。influence。頭にアクセントですよ。influence。influence。どうですか じゃあもっと長い単語です、えー。発音っていう単語ですね。Pronunciation。Pronunciation。Pronunciation。どうですか真ん中の Ciation。Ciation。ここですね、うんで。最後もう一ついきましょうか。Announcement。Announcement。ここですね。 えー、このようにですねこの NS の音はたくさんあってでちょっと息がせき止められる T の音が入るとアメリカ英語っぽくなります。 なので、アメリカ英語を目指している方っていうのは、えー、ちょっとね、そこら辺意識して練習してみるといいかもしれないです。以上、今日はこの NS の音は、実は NTS になりますよというお話でした。何か質問またはリクエスト等ありましたら、下のコメント欄に書いてください。で、この動画が面白かった、役に立ったっていう人は、ぜひ高評価ボタンをお願いします。で、まだチャンネル登録してないという方も、ぜひこれを機にチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。See ya! ご、sure、to to ご視聴ありがとうございいまますすチャンネル登録の方もよろししくお願いします基礎から応用まで学べる「ミの脱カタカナ英語マニュアルは」は小はるさんの CM でおなじみのベースにて販売中ですまた U コネクトの t のアーサーとコラボしたオンライン発音講座も好評発売中です詳細は概要欄を見てくださいね